試合の反省はすごい久しぶりのスタメンでの試合ということで、正直すごい緊張したっていうのが一番大きいかなと思って、そこで最初にインターセプトをされた後の切り替えっていう部分がうまくできていなかったところで、それが試合の最後の方まで削ってしまったってところ、反省点ですね。この日、安藤は防具を着ることなく練習の手伝いをしていた。あれ、怪我ですか？怪我ですか？ちょっとだけ。お休み中です。電通戦いかがでしたか？電通戦、まあ、まあまあ、結果が出たから良かったかなっていう感じです。最初のシリーズで林さんにタッチダウンを遅れてすごく良かったですね。まあ、そうですね。能力高いレシーバーとかスキル陣が多いんで、早めにボールを渡せばああいうことが起きるんだなっていうのを改めて感じました。電通戦以降、本格的にジミーが練習に合流した。この状況を安藤はどう感じているのか。まあ、ジミーは去年からあのチームに参加してくれて、まあ、本当に何ていうんですかね、アメフトの理解度、フットボール IQ も高いですし、やっぱいろいろと刺激を与えてくれる存在なんで、あのチームにとっては非常にプラスになると思ってます。はい。どのように出場を狙っていきますか？出場、まあやっぱり今の現状を考えると、まあ、ジミーと柴崎がチームの、まあ、コーダーバックとしてチームの中心になるとは思ってますけど、まあ、まずはパンターとしては試合出ると思うんで、そこはまず確実にしっかり仕事をするっていうところと、まあ、あと QB としては、出場機会、まあ、オフェンスでプレーに入れる機会って多分機会になるとほとんどなくて、どこでチームにアピールするかとかチームに貢献するかって考えた時に、まあ、ディフェンスのダミーチーム、ディフェンスのためのオフェンスのプレーをやるときに出る機会が増えると思うんで、まあ、そういったときに試合感を養ったりだとかプレーの感覚っていうのは、そこで養って、まあ、いいプレーしてちょっとでも、コーチにアピールできるようにしたいなっていうふうに思ってます。はい。さらに熾烈さが増す QB 争いの中で、安藤なりのやり方で生き残るだけでなくチームへ貢献するシーズンになるだろう。今シーズンの安藤の立ち回りは要注目だ。彼はなぜアサヒビールシルバースターに移籍し、このチームにどのような影響を与えるのか。まあ、何を思ってこう別のチャンピオンチームではないシルバースターに、まあ、アンダードックのシルバースターにこう入団されましたか？そうですね、きっかけというか、なんか一番の理由はコーチ、なんか選手兼コーチみたいな感じでやりたいっていうのが、まあ、最初きっかけ で、それで相談したら、まあ、全然いいよみたいな感じだったんで、入団っていうか、まあね、きっかけで言うと、まあ、選手兼コーチみたいなポジションでプレーできるところを探してて、ご縁がありましたみたいな、なんかそんな感じです。シルバースターに入られて、まあ、まずどういう期待を抱いて入られて、でそれがどう違ったか、まあ、もしくはどう、まあ、期待通りだったか、そこら辺いかがですか？まあ、正直に言うと結構いろんな基準が低いっていうのがもう最初の印象です。いろんな基準っていうのは、例えば、まあ、フィジカルレベルとかもそうですし、見た目でいうと、
じゃあ実際ミーティングに入るとどうなるかっていうと、フットボールの、まあ、IQ というか理解度、まあ、理解度が高い選手が、まあ、少ないとか、あ、じゃあ次実際にフィールド立って練習したら一個一個のテクニックが雑とか、まあ、そもそも知らないみたいなっていうところとかが、まあ、あったんで、なんかそんなのも含めていろんなこうベースの基準のところがものすごい低いなっていうのは感じました、はい。まあ、スタンダードを上げるにはこうどういうことが必要かなっていうふうに考えてらっしゃいますか？なんかもうちょっとずつ変えていくしかないかなみたいなっていうふうに、まあ、去年半年やって感じたところです。やっぱりすぐにこう変えれないなっていう、僕一人の力で、なんですごい難しいなっていうのが、まあ、去年半年ぐらいおって感じたことではあるんですけど、まあ、ラインバッカーでいうと僕が直接こう教えれるんで、まあ、その基準みたいなところは、まあ、上げやすいんですけど、まあ、それ以外のポジションに関しては、その各コーチ、各ポジションコーチに、これこういう風にしてくださいみたいな、キッキング含めてっていう風に僕がこう裏側でなんかこうやってほしいことを伝えてるというか、この辺ちょっとポイントとして教えたいねみたいなのは言ってるところです。アメフトに対して真摯に取り組み、他者に学んだ技術を惜しむことなく伝える、そんな彼をよく知る人物にも話を聞いた。山本さんのこのアメフトに対する姿勢をどう思いますか？アメフトに対する姿勢は、アメフトに対する姿勢か、いや真面目ですよ。自分のやっぱり、まあ、最大、まあ、潜在能力をもう全て出したいと、まあ、いう思いに関しては本当に一流だと思いますし、まあ、そこに関しては別にチームのメニューとかそういうの関係なく自分で見つけて、自分でもねしっかり投資してね、いいと思ったら行ってきて、で結構みんなにそれを伝えるのも楽しそうにやってましたんで、ね、なんか自分のものだけにしないみたいなところもある子なんやなと思って、はい、見てました。何かメッセージがあればお願いします。本当にですね、前のチームでもやってくれてたので、どんどんやっぱ岩本がいい影響をね与える人物なんで、はい、シルバースターが岩本が来てこんなに変わったよって、まあ、岩本のいるシルバーって言われる存在になってくれることを陰ながら応援しています。今シーズンも岩本は常に進化し、得てきた技術をチームに浸透させて、シルバースターのディフェンスをさらに引き上げてくれるのか。めちゃめちゃダサい。もっといいボール投げろよ。ダサい。取れてますよ。これ使いましょう。ダ